私の好きなもの。街のどこからでも見える紙工場の景色と自分と向き合う書道の時間。書き直しなさい。廃部寸前の弱小書道部。大勢でワイワイやりたいんなら他の部に行けばええのよ。私音楽に合わせて書きたいんです。池澤先生の書を見た時これやなって思ったんです。あんなパフォーマンスができたら人も集まるかもしれんって思って。やろうや書道パフォーマンス。マジで書道は足の力だ。カモン。だって書道部よね。書道部よね。あなたが僕のそばに。こんなみっともないことをするために書道部に入ったんか。みっともなくてもええき。お客がこんまま寂しいままで終わらせたないんです。みんなで一つの書を書き上げることが今はすごく楽しいよ。行こう。あなたが笑っててあなたの声がして、これで心置きなく店を終えられるの。じいちゃん死なん。簡単に手放したらいかんよ。自信持ってやってこい。はい。なんかじゃない。あなたといる。私の好きなもの。街のどこからでも見える紙工場の景色とみんなとやり遂げる書道の時間。私たちは諦めない。書道ガールズ、私たちの甲子園。普通に日が暮れ